皆さんこんにちは。一級和裁技能士のナミです。いつも動画のご視聴、たくさんのいいねやコメントありがとうございます。今回紹介するのは浴衣の寸法割り出し方法です。これから私の動画では浴衣の仕立て方をシリーズとして紹介していきます。今回はその第1弾です。浴衣を仕立てるにはまず浴衣の寸法を割り出さなければいけません。今回はですね、こちら和裁裁法上巻と私の今までの経験を利用して寸法割り出し方法を紹介します。そのために必要になってくるのが、前回紹介した身長、ヒップ、行き、この3つが必要になってきます。この3つの寸法を準備しておきましょう。今回の浴衣の寸法割り出しについてですが、ある程度の寸法は統一しています。基本着物や浴衣はですね、その方の体に合わせてフルオーダーメイドで作っていくのですが、細かな寸法割り出しはですね、長年の経験や知識が必要になってきます。これから紹介していく浴衣の寸法割り出し方法はですね、一般の方にも分かりやすくしていきたいので、私なりに説明すべきと思ったところは説明して、難しい話は混乱させてしまうと思うので、なるべく話さないようにします。では長い話はこれくらいにしてやってみましょう。どうぞ。では女物浴衣の寸法割り出し方法を紹介します。各名称は着物の仕立てに大切なものですが、名前を聞いてもそこどこなのとなると思います。今は分からなくても大丈夫です。一緒に割り出していきましょう。着物の名称を紹介している動画も出していますので、気になる方はそちらもご覧ください。ではまず身丈、行き、袖幅、肩幅の寸法割り出しを見ていきましょう。身丈は身長分です。例えば私は身長150センチなので、身丈は150センチ、クジラ尺で言うならセンチをクジラ尺にするため、前回クジラ尺の動画でも説明したセンチ ×2.64 を使えばクジラ尺を割り出すことができます。逆にクジラ尺からセンチを割り出す場合はクジラ尺 ÷2.64 です。なので私の身長150センチからクジラ尺を割り出す場合は 150×2.64、 3尺9寸6分となります。次に行きは、私が出している動画に行きの測り方を撮影したものがあるので、そちらをご覧になって測ってみてください。ここでは例えば行きが70センチだとして、ここに70と書きます。もしクジラ尺にしたい場合は上の赤字の表を元に割り出してみてください。次に袖幅です。袖幅は行き割る2足す2センチです。例えば行きが70センチだとして割る2足す2センチは37センチです。袖幅は37センチとなります。次に肩幅です。肩幅は行き引く袖幅です。例えば行き70センチの袖幅が37センチなので、70-37で33センチとなります。肩幅は33センチとなります。この時に袖幅足す肩幅が行きになるように確認のための計算もしておきましょう。では次に袖丈です。袖丈は49センチで大丈夫です。着物の標準的な袖丈の寸法です。袖口も23センチで大丈夫です。こちらも着物の標準寸法です。袖付けは年齢によって加減すると良いでしょう。年齢が若いと帯を高く着付けするので、袖付けを高くすると良いでしょう。どの年齢からそうなのと思われると思いますが、ここという決まりはありません。ご自身で決めてもらって大丈夫です。21センチから23センチとなってますが、21か23で大丈夫です。袖丸は基本5分で作ります。最近では大きな丸みを使っている浴衣も多いです。丸みが大きければ愛らしい印象の浴衣になります。基本5分ですが、大きな丸みが良ければ大きさを変えても大丈夫です。次は奥身です。奥身は体型により変化するところですが、今回は15センチと統一します。次に前腰幅です。ヒップの2分の1引く9センチです。例えばヒップが88センチの場合、88÷2引く9で35センチが前腰幅となります。次に前幅です。前幅は前腰幅引く奥身幅足す3センチです。例えば前腰幅が35センチ引く奥身幅は15センチで統一しているので、15センチ足す3は23センチ、前幅は23となります。次に後ろ幅です。後ろ幅はヒップ引く前腰幅足す2センチ
を先に計算して、その2分の1が答えになります。例えば、ヒップ88センチ、前腰幅35センチに2センチを足して、その合計が55です。55の割る2は 27.5 センチ。なので、後ろ幅は 27.5 センチとなります。次に、身厚です。身厚は年齢によって加減します。ここも作りたい人を持って、ご自身で決めてもらって大丈夫です。13から15センチとありますが、13か15のどちらかで大丈夫です。次に、肩空きです。ここは体型により変化するところですが、9センチと統一します。次に、繰り腰です。こちらも体型により変化しますが、3センチと統一します。次に、襟下です。襟下は身長の半分です。例えば、私の身長が150センチなので、その半分、75センチが襟下となります。次に、奥見下がりです。奥見下がりは肩山より23センチとします。次に襟はバチ襟とします。襟肩周りは 5.7 センチ、肩先 6.5 センチ、襟先はいっぱいとします。限界まで襟底の幅を出すということにします。次に女物浴衣の計算方法です。ここからはかなり混乱してしまうと思いますが、今は分かってなくても大丈夫です。とりあえず前に割り出した寸法をもとに計算をしていきます。計算式の通りに身丈は身長分、例えば私は150センチなので身丈は150とします。わかりやすく右に式を出してみました。皆さんもご自身の寸法で計算してみてくださいね。繰り腰は今回は3センチとしたので2つで6センチです。次に6センチを足します。この6センチは襟付け2センチ、裾に2センチ、緩みに2センチが含まれています。この上記3つをすべて足すと必要身丈となります。右の式を見てみましょう。私の身長の150センチに繰り腰2つ分の6センチ、襟付け、裾、緩み分の6センチを足して必要身丈が162センチとなります。次に必要身丈から奥見下がりと繰り腰1つ足したものを引きます。今回奥見下がりは23センチなので、そこに繰り腰の3センチを足して26センチ、必要身丈162センチから26センチを引きます。そうすると奥見丈が割り出せます。右の表からだと136センチです。この奥見丈から襟下、襟下は身長の半分でしたね。私の身長が150センチなので、その半分75センチを奥見丈136センチから引きます。そうすると流れと呼ばれる寸法が割り出せます。では次の計算式です。この計算式では上げ上がいくつか割り出します。計算方法は袖付け、身厚、上げ上4センチを足したものです。例えば袖付け21センチ、身厚13センチに決めたとして、それに上げ上4センチを足します。そうすると上げ上38センチになります。最後に上げ下寸法の割り出しです。身丈足す繰り腰1つ足す6センチの合計から先ほど計算した上げ上を引きます。そうすることで上げ下の寸法が出てきます。この時の6センチは先ほど説明した通り、襟付け2センチ、裾に2センチ、緩み、予備分で2センチの合計6センチです。では例題で計算してみましょう。私の身長が150センチ、繰り腰は3センチ、それに6センチ足します。そうすると合計159センチとなり、そこから先ほど計算で出した上げ上の寸法38センチを引きます。そうすると121センチとなり、この寸法が上げ下寸法になります。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今回は難しいことがたくさん出てきたので、わからなすぎて謎なことが多く出てきたかと思います。今はまだわからなくても大丈夫です。これから先ですね、浴衣を仕立てるにあたって必要になってくる寸法なので、メモに取って残しておいてくださいね。こちらのチャンネルでは、一級和裁技能士の私ナミがですね、和裁に関する情報を発信しています。和裁のテクニックやためになる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにですが、ナミキャンバスという別のチャンネルでは旅行に関する動画も多く出していますので、そちらもぜひご覧ください。動画説明欄に載せておきますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。